はい、どうも、お母様です。レティットダイ、やりたいんですけど、はい、今日はですね、この間のキャラを取り返してきたんですけど、今回は、ストライカーでね、登っていきたいと思います。で、デカールに、HP を吸収するかと、HP を20%上げる、タンク。あとは、毒の回復ですね。で、前回もね、毒の回復があったら普通にいけてたっぽいんで、まあね、慎重にいけば普通にいけるのかなっていう感じですね。で、一応装備は全部整えていきたいと思います。どれでいこうかな。あんまり高いやつつけても意味ないんで、ありがとうな。HP を9%上げといて、足が戦国がいいね。戦国レディ。ありがとうな。あと一応ナイフ持っとこうか。ナイフ。ありがとうな。まあ、こんなもんかな。またよろしく。ナイフだとナイフ持ってたな。一個。まあ、いっか。間違えた。よし。これもボロいな。これ売って新しい服にしとくか。一応万全を期およしく来ていっといたた。方がね。いいとあ思う。りがことうれ売っな。て、新しく買っておきます。服。はい、トレーあジ。りがとうな。で、なんかまた今、よろしく。素材がものすごい落ちてるらしいんで、まあ、イベントでね。で、一応20回までらしいんですよね、それが。なんで、回復しとこうか。まあ、素材集め苦労してる人はね、今がチャンスで。ご要望のフロアをお申し付けください。で、今回も赤身上かへ参ら、ります。川辺に登って、で、その後、あれどこだったかな？もう、一瞬で終わったから覚えてないけど、なんとか島だったな。に行って、で、前回ね、そこまで行けたけど、エレベーター前にね、ちょっと自販機探ってたら危険な目毒に食遭っらったことて、は一度もやござらいれまちせゃっん。たんで、今回はしっかり、その毒対策もね、取れてるんで、待ちまあ、ます。慎重に行けばごま案ず、内をお待ちしております。埼玉との抗争が間もなく始まるだと。ちょっとやりたいな、抗争も。これ終わったら抗争しとこうかな。まずは、ここで。彼らを倒しましょう。ここもたまにね、人型の敵がいるんで、ちょっと気をつけないと。こんにちは。あ、しくった。間違えた。あ、そういえば、あれがあったね。拳だけ。そうです。423。あー、一発なのね。間違えた。やっと。よいしょ。拳だけ取っといて、これ拳だけにヘッドショットとかあるのかな？狙ってみようか。あるのか？あ、間違えた。ドーン。ないね。はい。どうやら人型はいない。人だけするね。あれ、どこいるんだろ
どこ？どこ行ったの？もういねえのか？ここ入ると閉じちゃうから、もう今回はもう入らない。途中のショートカットがあるんで、こっから行けまーす。ないでーねー。お、宝箱だ。よいしょ。金かねー。金大事。で、ここに、血の巣があるんで、あ、拳刺さっちゃったな。血の巣取れねえや。まあ、いっか。さあ、慎重に行くぞ。はい。槍が気づいた。槍には、早いから。よいしょ。はい。槍欲しいな。槍のリーチは、いいよ。ここら辺から、あ、できなかった。これパンチか？パンチならパンチでいこうか。よいしょ。うわぁ、だるいなぁ。よし、そういうことだ。行きなさい。なんか良さそうな服落としたぞ。よいしょ、うわ、そんな避け方するとは。これ、はい、さよなら。まあでも、微妙だな。いらないっちゃいらない。ここ魚いたっけ？ちょっと探すか、魚くん。魚くん。ないのかい？いけずだね。ハンキーがあるよね。もうなんか敵出てくるからもう回避連打回避連打。うわ当たった。なんて痛い痛い痛い。さすがにパンチのやつには負けねえな。どっしょい。金出せ。金ねえのか。なんてやつ。ジアンカ出てきたとき前も金出なかったな。そういう仕様なのか。はい、これは、爪ですか？爪ですか？爪ですね。硬いね。これ、砕けろ。いいね。いいね。はい、真っ二つ。ほら、挑発だよ。挑発してるんだよ。こういった爪だ。爪だぞ。この最初の一発が。お、イエーイ。さよなら。最初の一発はこれがね、リーチ短いのがちょっとダメだね、ナイフは。よいしょ。ここは確か魚いたな。あとはこれ食べとかなきゃ。ゴールデンお団子竹であればもう最強だ。カエルじゃなくてさかなクンいねえじゃねえか。騙されたって。で次だ次だ。また自販機ある怖いわ。はい、うわ燃えた。だるっ。あ、うざいうざいうざい。ちょっと待って。いいぞ。はい。はい。うっそ。それはないわ。飛び込む。結構食らった？やばくない？ちょっと待って、やりすぎ。やられすぎ。はい、しどくて回復です。
もう自販機怖いな。展開するかな。あ、でも一応これで、カーブにはたどり着いたと。ここ素材ないんだね。そろそろね、あの越前島、そうだ、越前島にね、そろそろエレベーター乗りたいな。一直線に行ったようだな。まあ、そう死ぬ、うん、でも分かんないな、死ぬ可能性も。ちょっと集中力が高まってない気がするぞ。集中だ。こんな回復が終わってるやつ。待って、なんかジャンプしてるって思った。なんかな、なんか殴り合ってる、いきなりジャンプしてたら。挙動不審すぎるで相手ら。まあ見とこう。これは鉄ボルトでも回収しようかな。ゴールが近いよ。すぐしゃがむ、すぐしゃがむ。おお、設計図。いいの？あっちにもいるな。スナイパーライフル欲しいな、こうなったら。なんかバレてるね、なんかバレてるね。一旦戻ろう。何人増えるのか。これだけ？お、バレてないの？あ、なんか向こう側から来てる。向こう側から来てるよ。すごい。舐めるなよ。さあ、こいつは。またナオヤヌスじゃねえか。どんだけいるんだ、ここにはナオヤヌス。ぐわ、やば、強っ。ナオヤヌス。お前、お前バカ野郎。ナオヤヌス、お前。食わして、それは。よし。ナオヤヌス、お前バカ野郎だな。なんちゅう剣持ってんだ、お前。よいしょ。ナオヤヌス、お前。よし、バカが。うるわ。どんだけ出てくんの？これ、フレンドなんだけどね。なんなの、ここ。こないだもカーベル出てきたな。ここは今、ナオヤヌスがはびこっとんだな。怖い、怖い。ナオヤヌス、怖い。オーズ・イット・ゲット。さあ。なんなんだろう、でも、本当に。こんな2回も連続で同じ場所で出るとかあるの？あ、チクった。もうなんか、前回の出会いほど盛り上がらないっていうね。ナオヤヌスを見ても。もうナオヤヌスってあの、フレンドなんですけど。高校の頃の、友達というか、なんていうか、うお、びっくりした。はい。こいつ嫌いなんやな。こいつは好き。こいつは好きなのよね。ほれ。はい、設計図ありがとう。さあ、どこに行こうかな。なんかある。落ちますか。今撃ち落とせねえから。素材があるぞ。よし。どこから、あっちしかねえのか。陽気な音楽だぜ。ヘル。
お、もう上に上がる階段、早っ。越前島。なんか、あれか。あ、ここら辺を行ってないからか。お、早いぞ。いいぞ、いいぞ。カーベでナオヤヌスも倒したし、うん、いいね。今回は、なんか軽くいけそうな感じがするけど、大丈夫か？また番狂わせが来るか？焼き海苔バース、焼き海苔じゃなかった。焼きリバースだけだった。まあ、この毒回復があればね、もう、マジ難易度激低になるからね。さあ、行くぜ、行くぜ。そういえば、これ見つけてからあんまりもう、デカールの捜索をガチャしてねえな。作った、ハンズのやつか、こいつは。硬え。この、なんだ？この頭が硬えのか、お前は。見りゃ。半分こ。どこです。さあ、越前島。ここら辺なんか入れたりしねえ。なさそうだな。マップも、いや、あるな。絶対ある。なんだこれ、どうやって入るの？爆弾系か？なんかあったかな？保管だけですか。ないな。入れるんだけどね。絶対アイテムあるよね。あ、久々に、ちょっと、プロレスでも見ると、うわぁ、こいつなんで気づいたの？くっしょ。よいしょ、よいしょ。くっとかーん。くっとかーん。今の気づき方絶対おかしいよ。絶対取れてたじゃん、裏。なんか、体の角度とかしっかり合ってないとあれできないんだよね。あ、また、いるな。ヘイターさんが、あの感じは。なんかあるもんね、ロングソードが。使っちゃおう。この使って毎回やられるんだよね。わかってるんだけど、使わず、何今の音。使わずにはいられない体質なのよね。槍もいるな。誰かがやってるよ。やり合ってるよ。相手の槍があるよ。うわ、バレてる。さあ、うわ、すげえ。よいしょ。ほら、燃えろ、燃えろ。よいしょ。慎重に行けばね。あ、ヘイターやられたんだな。本当倒したかったな、ヘイター。あ、そんだけもうあんまりいらねえ。食べとこ。ヘイターがやられるのか。やっぱ槍は結構、コンピューター同士だと強いのかな。クロスボウナイス。いえ。これ、これ欲しかった。で、禁断の。銀座の自販機にたどり着いたぞ。前にこっちを取っとく。ムートンだね。ムートンはいらないね。これ避ける、避けるぞ。よっしゃー、避けれた。パンチか。よし、存分に俺の剣を保てるぞ。いや、燃える燃える俺に。いいぜ、いいぜ。もう壊れやがった。痛い。イエーイ。やっぱ金出さねえな。これだから困るんだよ。自販機さんは。美味しいことが何もねえぜ、自販機。あと？何？あと？何か。でもあんのか。
のコマークが、あ、食べた。お、逃げてますね、やろ。食べてやるぞ。して、これ。これね。あ、間違えた。やば。うわ、めっちゃ強えな。ただし、痛いよね。いいよ。お前のくれた血毒はものすごい回復するぜ。よーし、爪でつく。リロードして、爪にしとこう。回復半端ねえ。なんか、誰か来てる。どっちですか？あれか。こっちだけか。うわぁ、いっぱい来てんな。やだやだ。毒だ。うわ、厄介、その上ないぜ。痛い。先のところ。そしてあいつを。うん、毒になれ。うらいや、ちょっといい。よーし。ガバガバ言ってんな。一先ゲット。これも使いたくないな。ジャンキー嫌だけど一応取るか。よいしょ。ナイス。また来てる。こいつね。よく見せるんだよな。自分が何を装備してるのかが把握できてない。ほら、来い。ビビらず来い。こういうことだ。俺はナイフなんだ。ナイフを使っているんだぞ。あら、こう。設計図でもいいんだぜ。何これ、かまって。前回はここでやられたんだよな。お、持ってるけど、取っとく。ここら辺の設計図は全部1000円、1000円だね。1000キルコインになるから、1000以上に。ムートンいらねえな。でも、ここら辺で取れてるから、ムートンのやつ強いのを作れるのかな。こっちでいいのか？行くぜ。毒欲しいな、毒。あ、前回も来たね。だるいとこいるな。よし。どっこい。あいつにやっとく。炎に近づくなよ。よし。捕らえた。で、また禁断の自販機があると。その前にこれ。お、なんだこれ、強っ。そう、意外とこう。お、赤い要素。肩パッと回っていい感じだ。自販機多すぎる。避ける。クーハー避けれんかった。もうやめてやめて。こうやって見立てて俺の動きを。どれ、こういうことだよ。よいしょ。それでじゃあ、おお、すげえ。こんなことなんの。そうそう、すげえ。半端じゃないぜ、その威力。回復くっとこうか。あ、はい、皆さん、とうとう来ましたよ。やっと、なんか見える。何あれ。まあいいや。とりあえず、帰らせて。よいしょ。
ありがとう、さようなら。ご要望のフロアをお待ちください。下へ参ります。とうとう戻れたぜ。これで少しは進展したかな。いやー、20回からの難易度はね、かなり上がってますよ。みんなもね、20回からは気をつけた方がいい。怖い。いやー、もうだいぶ上がったな。でもあの場所から見えるそのバルブの塔を見上げたら、ものすごい階層あるけど、今なんか地上に出た感じだもんね。全然塔エレベーターは密室となっております。登ってる感がないわ。エレベーターでガーッといかんと、エスカレーターなんかで全然間に合ってないや。秘密すぎる。はい、ありがとう。で、帰ってこれたんで、今回はここでおしまいと。じゃあまた見てくださいね。バイバイ。